静寂を。どうもクロちゃんです。お先輩です。メダルさん二人が音楽と一緒に好きなものについて語っていくチャンネル、コアチューブ。今回ですね、アライズインスタビリティですね。はい、そうですね、はい、我々大好きなバンドなわけですけども、はい、国産ですね。オスバンドの、ね、紹介がちょっと収まりそうになかったんで、まあ、個別で撮らせてもらいましたということで、でデビュー版動画でちらっとお話ししたと思うんですけど、今回ね、まあ、全体的なバンド紹介とディスクレビューということでね、はい、はい、やっていきたいと思います。それではやっていこう。ちょっと導入編ということで最初にお話しさせていただきたいんですけど、高校生の頃とかってさ、なんか洋楽中みたいな人いるじゃないですか。まあ僕も誠に恥ずかしながら、洋楽中だったわけなんですけど、間違いないよね。完全に海外のバンドの方が断然強えって思っちゃってて、日本にこんなモダンなメタルなバンドいねえだろって思ってたよね。まあ、そういうね、固定観念をぶち壊してくれたバンドがアライズインスタビリティになってますと。そうだね、まあ日本のメタルシーンもやべえバンドいるじゃんっていう発見にはなったよね。で実際にね、ライブに行ったらね、当時はその Before My Life Fails とか、パネムインブラッド、あとブレイクヨーフィスト、インヘル、あとクリスタルレイクとかが、いて、ライブハウスにまあ表面化してないですけど、インディーズすげーって思いましたね、本当に。じゃあアルバム紹介やっていきます。はい、じゃまずファーストデモっすね。はい、まあ、ファーストデモ持ってないんですけど僕は、まあ、トラストっていう曲がめっちゃかっこよくて、まあ、すでにこの時からリフメイクセンスがね、かなり光ってるかなと思うわけですけど、当時20代前半ぐらいかね、だと思いますね。あとね、オーバーヒューマニティという曲が、ファーストフルアルバムのね、タイトルトラックの原曲みたいな曲が入ってますね。で、僕が持ってるのはこのセカンドデモからなんですよね。いや、このセカンドデモをね、もう僕は擦り切れるぐらい聴いたんですよね。そうですね。この、As Actual As Desire っていう曲があるんですけど。そうそうそう、めっちゃね、かっこいいよね。ぜひ、興味ある方は、聴いてみてください。チェックしてみてください。はい。はい。で、サードデモがこちらですね。Creation of Ruin ですね。破壊の創造っすね。コンピレーションがこちらのアルバムになってまして、ファーストフルですね、こちらが。フューチャーザットアムネスティックドローズで、こちらもまたコンピレーションで、はい、これもね、これにしか入ってない曲があってね。そうだね。さっきのファーストフルからは全部サブスク解禁してるっけ。そうだね、からのリリースはサブスクにあるんで、ぜひチェックしてみてください。この曲、2曲ともめっちゃかっこいいよね、ほんとに。磁石時計とか超かっこいい。やばいよね。やばい。はい、で、最近リリースされました、これですね。はい、ドースアゲインですね。で、一番好きな曲、はい、どれですか。いや、僕はね、セカンドデモのアズアクチュアリーが、一番好きですかね。なんだかんだあの、まあ、一番メタルコアっていうのはすごいシンプルで、これですね。そう、あの他のアライドの曲が好きな人にはちょっと物足りないかもしれないですけど、やっぱね、細かいところのリフとかがね、やっぱり全然クソ練られてて、かっこいいんですよね。超かっこいい。シンプルだね。はい。で、僕が一番好きな曲はこちらですね。ね、このバージョンに入ってるブランク・ザット・オント・エグジストが好きなんですよね。コンピ版が好きですと。なんか声の加工感がない方が好きで。こっちにもね、入ってる曲なんですけど、よりこちらの方が好きですっていう感じです。こっち版は聴けないんだよね、もうね。これはね、これもあの、オーディオリフにありますんで。あの、ぜひで。半分ぐらいしか聴けないんですけど、まだね、オーディオリーフっていうあのその音楽視聴サービスで一部視聴可になってますんで、はい、じゃあ、アライズインスタビリティの魅力について語っていきたいと思います。はい、まず第1位がね、やっぱ超絶練り込まれた曲構成っていうのですかね。そうですね、テクニカルとか変態的なバンドっていうとやっぱり抵抗感ある人も多いかもしれないですけど、いや、マジもったいないんで聴いてほしい。ぜひ聴いてほしいなと思います。確かに複雑なんですけど、メタル的なキャッチで乗りやすいパートが、ほんと随所に散りばめられてるんで、まあ、聞いていてね、テンション上がる部分はね、絶対メタルファンならあるかなと思いますんで。まあ、陰陽ですよね。陰と陽っていうのがあって、まあ、ドロッとしてて暗い、ワホラーみたいなさ、ところは、とことん暗いし、で、明るいところはもうドラマティックで、プログレッシブな曲展開。そうだよね。まあ、だからほんと、京都アニソンみたいな感じなんだよね。そう。二人ですよね。本当に。
はい、で次スピリチュアルなクリーンボーカルですね、うん、これがさっき言ったお経みたいっていうのとつながってくるかなと思うんです。まあ、Cメロにあたる位置に登場することがもうそうなんだ、ね、A なのか B なのか C なのか D なのかもう曲構成ようわからんプログレッシブだからわかんないんですけど、うん、一旦さあのすごい静かなアルペジオとかになって、うん、なんか少しワホラー的なねパートっていうのが絶対ライズインスタビリティにあるじゃないですか。うん、だいたい静寂っていうんですよ僕らは。舞い落ちるですよね。そうそうそう。あそこら辺の話をしてますと。じゃあ次。まあ三つ目劇場感ですね。うんうんうん。まあ、ボーカルの肺のいやね。スクリームね。スクリームね。うん、すごいあの。感情がね。で、まあ、泣きのアルペジオだったり、クリーンとかにもエモさはあるんですけど、うん、で、テクニカルなバンド好きなんですけど、うん、あの、僕らあんま無機質なテクニカルさってあんま好きじゃないんですよね。そうですね。機械的なマシンっぽいさ。エクストリームすぎるというか。そう、うん、やっぱりこういう楽曲にさ、込められた劇場というか感情があると、興奮しちゃうよね。うん、ね、うん、そうだね。うん。まあ、アライズも超テクニカルなんですけど、うん、まあ、エモーショナルだから最高なんですよねって感じですね。そうね。はい。うん。じゃあ次。4つ目、日本語詞ですね、うん、まあ、超難解で、あの、まあ、浅い表現にあるけど深くて哲学的っていうところですかね、うんうんうん、まあ、バンド名からして知的だよね。そうですね、まあ、結構対比表現が多いかなと思いますよ、うんうん、あとクリエーションオブルーインもそうですけど、そうだね、うん、大体矛盾してるっていう、ね、そう、もうパラドックスエンジンなんですよねアライズインスタビリティ自体がスクリームのボーカルラインは日本語を英語的にはめてるから、うんうん、あの言葉遊びがすごい分断で、うんうん、で韻も踏まれててね、うんうん、最近は月面だよねそうですね、そう、なんか日本語抵抗感ある方でも聞こえ方はね結構英語に近いかなって思うんで、うん、すんなり聞けるんじゃないかなと思いますんで、はい、はい、じゃあ次5つ目っすね、まあ、リフが最高っていう感じだね、うん、本当に、うん、めちゃくちゃ練り込まれてるじゃないですか。そう、やっぱなんでこんなメタルコアリフって被ってる界隈なのに、うんうん、こんな被らないかっこいいメタルコアリフを作ってくるのかっていう、うん、そう、あの裏でねリズムを取る独特なリフなんですよね、やっぱり、うん、ダダ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 ってあるね、うん、まあ一瞬しか出てきてくれないんですけどね。そう、あのね、だいたいね一回来たリフは使い回さない。そうですね、系はあるよね。もう一回来てほしいって思うんだけど、もう一回聞けって感じなんだよね、うん、それと。じゃあそれではディスクレビューやっていきたいと思います。はい、やっていきましょう。まあね、リリースからねだいぶ時間経ってしまったんですけど、うん、まあね軽くディスクレビューしていきたいかなと思います。はい、まず音めっちゃ良くなりましたね、うん、音質は最高だね、うん、まあ、前作でもね、音は良かったけどね。うん、うん。まあ、楽曲のクオリティ、演奏力も含めて、もう、ある種の到達点というか、完成形に達した感があるかなって思いますね。そうね。メンバーはファーストの時とかなり変わってると。うん。まあ、相変わらずね、ドラマチックなギターリフト。曲をばらしたら5曲ぐらいになりそうな、楽曲の練り込みぐらいなんですかね。うん。うん、ですね。そう、つまり繰り返しがないプログレッシブさがね、あって、うん、素晴らしいなと思うわけですけど、最近のジェント的プログレッシブさに少し飽きた人にはおすすめかなって感じ、ね、うん、そうですね、うん、はい、もう最近のシーンはさ、あのチューニング低ければ正義みたいなとこあるじゃないですか、割と。そうだね、 F とか G とかね、うん、やりすぎ感はねあるよね、うん、みんなね結構そういう感じになってきてるんで、他のバンドさんが別にねそういう流行に流されてないところもね、うん、アライズは最高かなって思ったりもしますと、まあ、ずっと孤高の存在ではあるよね。そうですね、うん、やっぱりさっきも言ったんですけど、うん、エクストリームなんだけどそのメタル的なキャッチーさがあって、そうだね、すごいいいアルバムになってますんで。そしてエモいっていう。そうですね。じゃあアルバムで気になった曲、好きだった曲話していきたいなと思います。はい、まあ1曲目、うん、嫌いっすね。嫌いね、うん、あのヘイトの方じゃないです、うん、まあいわゆる2ステップパートがかっこいいかなって思いますね、うん、やっぱ昔からさその2ステップに変わるあの、うん、絡むさ、うん、あのゲントビのメタリックなリフのかっこよさっていうのは、うん、アライズの持ち味で、ね、そうですね、うん、じゃあ2曲目、はい、念仏ね、木造の念仏ですねなんかメロデス的とも言える、ほんとアライズが昔からね、うん、持っているそのメタルコア的かっこよさが全面に押し出された楽曲になってますね、うん、で次が4曲目で、うん、リンネゲダッツ、もうね、曲名がね、うん、めっちゃ頭いいんだよね、もうインテリジェンスなんですよ、ね、まああの普天八部のディレイとね、刻みが合わさるパートが個人的には最高だったかなって思いますね、うん、その後に来るね、泣きのソロとかもめっちゃ良かったんで、うん、個人的になんですけど、うん、ギターソロが
ばっかだとさ、うん、結構飽きちゃう部分ってあるじゃないですか、やっぱ、うん、でもアライズは本当ストーリー仕立てっていうかメロディーもすごいエモーショナルだし、うんうん、まあ、一曲の中にね、起承転結がしっかりしてるっていうかね、うん、もうね、いくらでも入ってくれていいって感じなんですよ。はい、で7番が元磁石時計かな。そうだね、なんか今回変わってる、異物と解釈っていう名前に変わってますね、曲名がマグネットクロックね。そうですね、最強ですね。最強、なんだかんだ一番好きかもしんないですね。そうだね、うん、いいかも良かったけどな、うん、日本語ラップが入ってるのが面白いなと思いましたね、前回のコンピレーションとは違うバージョンになってますと。まあ、8曲目とかもね、ヘビーでカオティックなリフにすごい中毒性があったかなと思います、うん、で最後10曲目がちょっとトゥールっぽいなって個人的には思っていて、うん、まあなんかトゥールってアラビア感あるじゃないですか、うん、ちょっと砂漠感と言いますか、うん、荒涼としてるよね、どっちでもね、やっぱりアライズはね和風なんですよね。そうだね、途中で入る手拍子がめっちゃ怖くて、うん、めっちゃホラーなんだよね。やっぱ和風ホラー味はあるよね、うん、なんか着物着た、おかっぱの女の子がマリーとかついてそうだもん、ね、そう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 。めっちゃ怖いと思って、雰囲気あって最高なんで、ぜひ聴いてみてください。まあ、結構ね、噛み砕くのに長い時間がかかるアルバムかと思うんですけど、こちらですね、うん、なので、時間かけてゆっくり楽しむのもいいかなと思いますんで、皆さんね、何度も服用してみてください。これからもディープでコアなヘビーミュージックの情報をね、随時発信していきますので、うん、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お会いしましょう。せーの、グッバーイ。